はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、先生術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ全部叶えますようにって願いながら全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによってこう見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。おうし座さんの2024年は、自分史上初めてのことが多い年になりそうです。2024年に起こりやすいこと、新しい人生のレールへと切り替える2024年の流れは、これまで望んでいた目標に手が届く刺激的な1年になりそうです。新しい人との出会いや環境に飛び込むチャンスが目白押しで、また2023年に手がけてみたけれど、思うような結果を出せていなかったことにも、もう一度チャレンジしていく機会が与えられています。リアルに仕事や環境を変えたり、2023年に感じた刺激を現実に落とし込み、実際に活用し、一気に走り始める流れがあります。若い人ほど刺激的で楽しく、未知の世界への旅立ちのように感じるでしょう。ある程度経験を積んできた方にとっては、生き方を変えることへの期待と不安が入り混じっているような状態かもしれません。5月末までの上半期は、受け入れがたいことや馴染みのないことに対して丁寧に調整していく時期になりそうです。これが自分なんだと思い込んでいた自分像や生き方そのものを変えていくチャンスがあり、それは大きな目で見ると自分自身が拡大発展していくための登竜門のような出来事を体験して成長することにつながっていく、そんなきっかけになりそうです。6月からは本格的に自分の生きる環境に覚悟したり、責任を持って取り組んでいく流れになります。そして何より、ここまでやってきた自分の感覚をそのまま認め、より快適に日常を過ごせるよう、感情を喜ばせていきたいと願うようになるでしょう。安定を求める人にとっては、環境が変わることは少し怖く感じるかもしれません。それは自分の意識がついていっていないだけかもしれません。宇宙は分かりやすく新しいステージへ迎えるよう促してくれています。流れに乗ること、変化を受け入れることが最大の開運になりそうです。お仕事や社会との関わりについて、仕事や環境においては、とにかく自分の力を信じること、これに尽きます。人生そのものが大きなチャンスのステージに入るので、仕事や金銭においても重要なタイミングで、はっきり言ってビッグチャンスの到来です。それぞれ自分の生活の中で仕事がどれだけ大きな役割を占めているかによって変化の度合いにも違いがありますが、大きな役割であればあるほど責任や重圧を感じるかもしれません。そもそも自分の環境や生き方を変えるという一年なので、仕事の環境も変わっていくことの方が自然だと感じるかもしれません。いつまでも今の状況で喜びを見出していくのか、それとも自分を信じてチャレンジするのか、宇宙から問われているような一年です。覚悟があれば少々荒々しくも大きく転身することができ、独立したり昇格したりなど、人生のステータスが変わるような重要な転機を経験する方もいらっしゃるでしょう。お世話になってきた上司や親など、目上の人に対する行動も変わってきそうです。仕事に携わっていない人も、今生きている環境で変化が起こりやすい時なので、どのような環境で生きたいのか考えさせられるかもしれません。ピンチはチャンスなので、どのような変化も自分にとってプラスなんだと捉えて活かしていってください。お金のこと、特に収入面においては自分の覚悟が実際の収入に比例しそうな流れです。この流れを活かせば収入を拡大させたり、これまでの自分にはこれぐらいしか稼げないという感覚を軽々と超えていけることになるでしょう。また、安定した収入のある方にとっては、これからどのようにお金を増やしていくか、貯蓄や財政に関しても取り決めをしていく流れになりそうです。人間関係や恋愛について。職場の人間関係は変わりやすい時ですが、プライベートな関係については自分が関係性を変えようと働きかけない限りは、従来の契約関係が突然変わるということはなさそうです。どのように生きたいのかをしっかりと把握しておけば、それに見合った関係性に修正していけます。新しい出会いを求めている方は、思い切って新たな世界へ飛び込んでみることです。特に5月末までは、新しい出会いのチャンスもあり、紹介所や信頼できる人からの紹介も期待が大です。その中で重要なことは、相手や今の状況を踏まえて妥協したり、自分の在り方を変えるのではなく、本当にどう生きたいのかを念頭に判断し決断していってください。諦めや妥協が一番の毒となり、逆に自分の感覚や未知の可能性を信じることが何よりの開運になります。2024年を有意義に過ごすためのヒント。夢のようなチャンスが訪れている大志田さん。どのように行動すれば自分を信じられると思いますか？今年は頭で考えるだけでなく、とにかく動く。動きながら状況を把握して、その都度自分の感覚を信じてやっていくしかありません。たとえ間違っているような気がしても、すべてが愛しい経験として生かされ、1、2年後には願っていた状況になったと実感する方も多いでしょう。私たちが頭で考えることや、これまでの常識では考えられないような状況が起こりやすいこの年に、大志田さんはどこまで柔軟に自分の可能性を信じて行動できるかが全ての鍵となります。2019年からの人生の変化を超えて、あらゆる出来事を培ってきた感性を生かして、有意義な2024年を作っていってください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。